夏の新 CM 解禁無比 CM2024 驚きの展開。平野翔主演、無比 CM で描かれる夏音とゆりとの秘密。夏の到来とともに焼けるような太陽の下、ムシムシとした空気感に包まれる季節がやってきました。そんな中、2024年の無比の新 CM がついに解禁されました。ここ数年、無比を代表するイメージキャラクターとして、 人気俳優の平野翔さんが出演し続けているこの CM シリーズ。今年も平野さんが温かみのある笑顔と優しい振る舞いで、無比の魅力を存分に引き出してくれています。今回の CM は、平野さん演じる大人の夏尾が、思春期の少年ゆりとの世話をする物語。夏尾が帰省した際、ゆりととの触れ合いを通してリフレッシュしていく様子が描かれています。 室内の畳の上でのしりとりや、外でのシャボン玉遊び、スーパーでの買い物など、二人の日常的な様子が自然体で表現されており、ほのぼのとした雰囲気が漂っています。しりとりしよ、と声をかけるゆりとに、優しげに、いいよ、と答える夏尾の姿は、穏やかな表情とともに視聴者の心を和ませてくれます。そしてゆりとの好奇心旺盛な仕草やつぶやきにも、 夏尾が寄り添い、丁寧に対応する姿が印象的。二人の自然体の立ち振る舞いと、家族のような温かな関係性が、無比のイメージにぴったりと重なり合っているのです。今回のメイキング映像からも、撮影現場の穏やかな雰囲気が伝わってきます。平野さんは子役のゆりと役の子供とも打ち解けた様子で、楽しそうに会話をしたり、 一緒にシャボン玉を追いかけたりと、和やかな様子が印象的。インタビューでも、子供の好奇心や反応を引き出すのが楽しかった。と語る平野さんの言葉から、子供たちとの交流を楽しむ姿勢が感じ取れます。そして興味深いのは、夏尾がひょっこり帰ってくるという CM の設定です。前作までの夏尾は、思春期の少年でしたが、 今回はすっかり大人に成長したキャラクターとして登場。ついつ帰ってくるのというセリフからは家族への思いやりとゆっくりと時を重ねる中で育まれる絆の深さが感じ取れます。おそらく前作で少年だった夏尾が大人になって故郷に帰ってきたという設定なのでしょう。その間の成長の物語を想像させられ、 視聴者の想像力をかき立てる仕掛けとなっています。そして、夏夫と百合との和やかな触れ合いから、家族の絆の尊さや、故郷への思いなど、視聴者の心を打つメッセージが伝わってくるのではないでしょうか。夏の思い出の一コマとして、無人の出会いが描かれているこの CM。平野さんの優しい表情や演技力によって、 無比のイメージがより一層引き立って表現されているのがわかります。夏夫とユリとのやりとりが温かみを感じさせ、ユリとの純真な表情が視聴者の心をつかむことでしょう。無比は夏の楽しい思い出を作る上で欠かせないアイテムです。虫刺され予防はもちろん、アウトドアでの遊びや運動時の汗対策など、様々な場面で活躍してくれます。 そんな無比の魅力を、平野さんが体現してくれているのだと感じます。今年の夏も、無比のお世話になりつつ、平野さん出演の CM を楽しむことができそうです。家族で集まり、無比を使いながら、シャボン玉で遊んだり、しりとりをしたり、思い出に残る素敵な夏の時間を過ごせるかもしれません。無比の付加価値として、家族の絆を深めるきっかけにもなるのではないでしょうか。 今後、無比を使うたびに、この CM の記憶が蘇ってくるかもしれません。そうすれば、夏の思い出とともに、温かな家族の絆を感じ取ることができるはずです。無比は単なる虫よけ商品ではなく、楽しい思い出や絆を育むきっかけにもなるのかもしれません。平野さんの魅力的な出演と、家族の絆をテーマにしたこの CM は、 きっと多くの人々の心に響くはずです。夏の風物詩としての無比を通して、家族の絆や故郷への思いなど、より深い価値観を提示してくれているのではないでしょうか。今年の夏も、無比と平野さんのコンビネーションを楽しめる日々が待っています。この夏、無比と共に、家族や大切な人々との絆を深めていくのも素敵かもしれませんね。 平野が出演する無比の CM は、ノスタルジックな雰囲気の中に、彼の優しい人柄が溢れ出ています。メイキング映像では、子役の男の子とのやりとりも印象的。知りとりしようと声をかける平野の姿に、視聴者の心がほっこりと温かくなります。子供たちって純真で自然体ですよね。CM でも子供と一緒に撮影できて、 とてもいい経験になりました。と平野は振り返ります。無比の CM を通して、平野は夏の思い出作りの大切さを伝えたいのかもしれません。蚊に刺されたくないという実用的な側面だけでなく、家族や友人と楽しむ夏の思い出を重ねていくことの素晴らしさを、平野自身の温かな人柄と共に表現しているのです。一方で、 今回の CM では無比製品そのものの魅力も存分に発揮されています。液体無比 S 無比アルファ e x シリーズと定番の2アイテムが登場。CM の冒頭では、ついつ帰ってくるのというセリフとともに、平野が製品を手に持つシーンが印象的に描かれます。これまでの無比のイメージは、単なる虫よけか弓止めというものでしたが、 今回の CM では夏の必需品としての新しい側面が提示されています。平野の登場により、無比はファンの心に夏の思い出と深く結びつくブランドへと生まれ変わったのです。さらにメイキング映像では、撮影現場の和やかな雰囲気が伝わってきます。平野の優しい語りかけに、子役が自然に応答する様子に、視聴者も思わず癒されてしまいます。 無比だけでなく、平野翔さんにも癒されている、と感じる人も多いはずです。家族や友人、恋人と一緒に過ごす夏の思い出は、誰もが心に刻まれる大切なものです。平野が出演する無比の CM は、そうした夏の思い出をより彩り豊かなものにしてくれそうです。シャボン玉を追いかける子供の姿や、ゆっくりとした時間の中での会話など、 CM には温かな人間模様が描かれています。平野の優しい言動や表情から、視聴者はまるで自分が現場にいるかのような感覚に包まれるはずです。そして、そこには平野ならではの魅力が光っています。ハスキーな声と優しい語り口、さらには子役との自然なやりとりなど、平野が放つ魅力が存分に発揮されています。 二年ぶりの将くんの CM とても嬉しいです。ありがとうございます。今年の無比も購入させていただきます。といった声が上がっているように、平野の出演に喜びを感じるファンが多数います。前回の CM でも好評だった彼の演技や人柄に、再び触れられることを待ち望んでいたのでしょう。無比の CM のおかげで、今年の夏が来るのが楽しみでなりません。とあるように、 無比の CM が夏の到来を告げる一大イベントとなっているようです。平野の登場がなくては夏が始まらないと感じる熱狂的なファンも少なくないのかもしれません。そうした期待に応えるべく、今回の CM には平野らしさが存分に盛り込まれています。ファンの心をつかむ彼の魅力が遺憾なく発揮されているのは、無比側が平野の人気に着目し、 ファンの期待に依頼ようと尽力した結果だと言えるでしょう。夏を彩る新定番、無比。平野翔主演の無比 CM は、夏の到来を感じさせる魅力的な仕上がりとなっています。かよけか弓止めという製品のイメージを一新し、